アガレスト戦記は、コンパイルハートより発売されたファンタジー RPG。2007年9月27日に、プレイステーション3で発売され、後に追加要素を含んだ、アガレスト戦記、リアピアランスが、Xbox 360、Android、iOS で発売された。海外向けに Microsoft Windows 版も2013年10月3日に発売された。詳細は後述する。 制作は、アイディアファクトリー、レッドエンタテインメント及びコンパイルハート。日本での販売は、コンパイルハートが担当、5つの大陸からなる世界、アガレスト。プレイヤーは世代ごとに設定された、アガレストをも世代にわたって冒険していき、設定された目的の達成と柱の封印を目指す、パートナーとなる、ヒロインを選ぶと次世代の主人公も、登場、舞台も次の大陸へと移り、 エンディングを目指す。同ジャンルの他タイトルと比較して、多数の美少女キャラクターが登場し、彼女らとの恋愛要素や、間接的な性的描写などが、大きなウェイトを占めている。リアピアランスでは、PS3 版で苦情の多かった点が解消され、PS3 版よりも遊びやすくなっている反面、条件を満たしているのに実績が解除されない、パッチを当てると、別のバグが発生するなどバグが多い。 2009年6月続編であり、本作より1000年以上昔の世界が舞台となるアガレスト戦記、0ロ、2 0 1 0年11月本作とは舞台や戦闘システムを一新したアガレスト戦記2が発売された。さらにシリーズ4作目は初の携帯機向けの新作としてアガレスト戦記、マリアージュが2012年7月に発売されたレオンハルト製。 近藤隆第一世代の主人公、由緒正式ラグラン家の失足だが、父親が高いし家が取り潰しにあってからは、家の復興のために、軍族の道を歩むことになる。物語開始時点ではグリダマス軍編境地守備軍の補佐官を務め、金色のレオの異名で恐れられている。グリダマスの編境地への進行に疑問を抱き、命令に背いて、 ハイエルフの少女エリスを救ったことで瀕死の重傷を負い、夢の中に現れた謎の女性、ディシャナに契約を迫られ魂の器になったことから、彼の運命は大きく動き出す。人を引きつける力を持つ、真面目で、正義感の強い青年、ディシャナ声、ミズアミ本作のメインヒロインの一人、レオンハルトと魂の契約を結んだ、超本人、多くを語らず、 一切の蘇生を明かさないミステリアスな美女。感情表現に乏しく、各世代の主人公に、使命だけ果たせばよいというような態度や、時に非常とも取れる選択をすることもあり、冷たい人物と見られがちだが、立場上多くを語ることができず、内心では、彼女なりに悔やみ、悩んでいることが明かされる。展開によっては敵になり、ライトルート、ダークルートでは、 彼女と共に封印することになるなど、仲間を導く、今作最大のキーパーソン、エリス星、上田かな本作のメインヒロインの一人、希少種族ハイエルフの少女で、レオンハルトが、リシャナと契約し魂の器となる原因を作った、超本人、第一世代では、人懐っこく素直な性格で、レオンハルトを慕っており、パーティのマスコット的存在、二世代目以降は、 大人の女性へと成長し、突っ込み役で強気な性格に変化。レオンハルトの子孫を母親代わりとして、愛情を込めて育てている。フューリアゴエ、シシドルミ第一世代のヒロインの一人、辺境地の出身で暮らしていた村がグリダマスの侵攻を受けて壊滅。その際、両親や知人を失ったことから復讐に駆られ、生き延びた仲間と共に、グリダマス軍相手にゲディラ戦を行っていた。 しかし敗れ、クリダマス軍の侵攻に遭い、レオンハルトに助けられる。当初は人間への不信、特にクリダマス軍への憎しみから反発するが、身を挺して弱者を助けようとするレオンハルトの真摯な姿を目にし、徐々に打ち解けていく。ルアナ星、新谷良子第一世代のヒロインの一人、辺境地の小さな村で育つが、クリダマス軍の侵攻により、孤児となる。その後、 旅芸人を装い、患者となって、軍の動向を探っていた。その際にレオンハルトと出会う。ルクレリアでは、ちょっとしたアイドルであり、ファンの数も少なくない。エレイン星、清水若菜第一世代のヒロインの一人、由緒正さしきリューベック家の側女で、グリダマス軍に属する女性騎士、レオンハルトの家が取り潰しに会うまでは、彼の婚約者であった。レオンハルトとの面識は、 幼少期に数えるほどしかないが、初めて言葉を交わしたその日から、今なお、レオンハルトを思い続ける一途な女性。家のために、軍族の道に進んだものの、心優しい性格で争いを好まず、グリダマスの辺境地への進行に最後まで、反対していた。レオンハルトの活躍を知り、彼の力になるために命令に背き再会を果たす。幼い頃からレオンハルトを一途に、 思い続けているという設定からか、進め方によっては、好感度が好き状態で始まる。防具内性、長野義和命の危険を感じたエリスが無意識に召喚した、四年中。普段はほとんど口を開かず、ただ、エリスの守護者として、影のように突き従う、体格が大きく、アルボルと共に活躍する機会が多い。ウィンフィールド性、加藤正幸力を欲するがゆえに、 金を破りし者。普段は、不真面目な行動や言動が目立つのだが、弱者が虐待される場面や困っている人を見ると、助けずにはいられないという、根は真面目で、正義感の強い青年。一度は、レオンハルトと戦うことになるが、薪を所持しサマリルに肉体と精神を蝕まれている、ことを、リシャナに見抜かれてからは同行させられることになる。サマリルの呪いによっていつ、 自我を失うかわからない状況の中で、女湯を除いては、半殺しの目に遭うなどコミカルなイベントもこなす人気の高いキャラクターの一人、ゼルバ・ゴエ、ドモン・ヒトシ・フューリアの兄で、人間からの迫害を受けて育ったがために強い、敵外心を抱いている。一度は、レオン・ハルトと戦うが、その後フューリアの説得もあり、レオン・ハルトに同行することとなる、第二世代以降も登場する。なお、 1> 第1世代でフューリアを選んだ場合、第2世代の主人公、ラディウスの王子、第3世代の主人公、トーマの王子となり、第2世代以降の主人公達と血縁を持つことになる。美、ラロア星、富澤道江オネルテスの女性。額にある、第3の目によって、未来を見通す力を持っている。普段は、辺境地の奥で、ひっそりと暮らしているが、彼女の予言を当てにして、 足を運ぶ者も,も多い。レオンハルトとは、エルフの里で出会うが、これは、彼女が予見していたことであった。彼が、未来に何かしらの影響を与えることを感じ取り、どうこうを申し出る。ラディウス星、ホリエ・カズマ第二世代の主人公、グラッセアに渡ってきた時彼らを世話した、ホーエル・フォン・ビュッセルに引き取られ、ビュッセル家の養子として育てられる。ホーエルの影響からか、真面目で、 軍人気質なところがあり、やや柔軟性に欠けるところもあるが、持ち前の勤勉さでその欠点を補っている。しかし恋愛面ではかなり鈍感で、ヒロインたちからのアプローチも受け流してしまう。親であるレオンハルトのような天才肌はなく、学びながら自らの道を切り開いていくといった努力型の人物と言えよう。彼には名前がもう一つあり、その名前はラディホール・フォンビュッセル。 この名はビュッセル家の家徳を受け継いでいることを表している。なお、第一世代でフューリアを選んだ場合、ゼルバとはおじとおいの関係となる。バレリア星、ミルの順、第二世代のヒロインの一人、ラディウスとは幼馴染みで、お互い切磋琢磨し合ってきた良きライバルでもあった。その実力に関してはラディウスはもちろん、周知も認めるところであり、若いながらもすでに一人の将としてそのラズワンを、 振るっている。また、部下からの信任も厚く、全軍の統帥権を持つ。ラディウスのことを幼少期の頃から、幼馴染以上の異性としての行為を抱いているが、なかなか本音を言えず本当のこととは、正反対の憎まれ口を叩いてしまうが、積極的にアプローチする時もある。エレイン同様、主人公に好意を抱いているという設定のため、進め方によっては、好感度が好き状態で始まる。 しかしストーリーの展開上一時的に敵対することになり、仲間になるのは二世代中盤とやや遅く、さらに一世代目の進め方によっては二世代の終盤に、仲間になる上に好感度が激減するため、彼女の攻略はやや難しくなっている。夜良い声、相川千尋第二世代のヒロインの一人、アルザイ出現にある大和の巫女、大和の風習に従い、守り神に、 生贄として捧げられるはずだったが、それを疑問視した、ラディウス一行により救われる。自分の運命を変えてくれた、ラディウスの力になるべく努力をしている。シェルハニール星、川淵ゆかり第二世代のヒロインの一人、ネオコロムの父親と人間の母親との間に生まれた、ネオコロムのハーフ、バレリアと、夜よいをちゃんづけで呼ぶ。ヒロインの中では一番積極的にアプローチする。 タイプであるが、ラディウスの僕年人ぶりに悩まされている。ラディウスが何らかの使命を背負っていることに感づいており、終盤のイベントでは自分にも背負わせてほしいと、遠曲ながらも打ち明けた、アルボル越え、陽気そう山との南に広がる、古の森に住むリュレントの若者、種としてのリュレントが誕生する以前、大地の木より続く記憶は、神の時代を伝える、唯一の生きている資料とも言える。 成人したデュレントは自分の生きる場所、すなわち主としての死を迎えた後に泊まる地を選ぶべく旅立つ。かつては世界中を旅する姿が数多く見受けられたが、滅びつつある今、イニシエの伝承同様、人々の記憶の中だけに残る存在となりつつある。シャローナ星、藤田玲子グラッシャーにあるシリアムの里の若きなが、とても親しみやすい女性で男女問わず、 その人望は厚い。また、好奇心旺盛で、普段は理知的で資料深いのだが、思い通りにならないことがあると感触を爆発させるという困った一面がある。とはいえ、何でもかんでもというわけではなく、彼女の中で線引き話がなされているらしい。なぜか人間の年を基準にして、自分の年齢を考えるという変わった関わりがあり、彼女に年齢を聞くのはタブーとなっている。 バシュタールゴエ、楠田俊ト幼少期のラディウスに海岸で発見される。それ以前の記憶をなくしておりそれ以降、ラディウスの指南役を引き受ける。剣の腕は一流で、その戦闘技術は他のものを圧倒し、卓抜した剣裁きはグラッセアに並ぶものなしと称されるほど凄まじい。非常に冷徹で鋭い眼光はそれだけで相手をイスクメ的に対しては、 剣を振るうことを躊躇しない。敵味方問わず、恐れられている戦士であり、異形の念を込めて、人々は彼を、真ンの牙と呼んでいる。その正体は、サマリルの僕であるグルグの王であり、第一世代で、レオンハルトたちと戦いがけから転落した闇の騎士、その人である。後に記憶を取り戻し主人公達を裏切る死闘を、繰り広げるが説得により再び主人公達と共に、 歩む道を選んだ。東馬星、岸本カネや第三世代の主人公、グラッセアで育ってからフェンディアスへと渡ってきた。グラッセアの温暖な気候で育ったためか、寒い場所が苦手、またウィンフィールドの手ほどきを受けて育ったためか、女性がいれば口説かれずにはいられないという、蝶がつくほどの女好きに成長してしまった。そのため、5人の主人公の中で唯一、ノリノリで女湯の覗きに参加し、 ボーグナインから制裁を受けている。だが、ナンパ自体は、本心ではなく、仲間を不安にさせないための演技であり、ヒロインには、本当の自分をろしている。なお、第一世代でフューリアを選んだ場合、フューリアの場合、ゼルバとは、王子と、王位の関係となる、ラビニア星、恋石ゆりえ第三世代のヒロインの一人、ハイエルフの父とダークエルフの母との間に生まれた、エルフ。しかしながら彼女は、 母の血を色濃く決意だため心ないエルフからは嫌われており自分がダークエルフということにコンプレックスを抱いている粗暴な言動や行動が多いのは他人を引き寄せないための一種の防御方法でもあった実際の彼女は仲間思いの優しい性格であり実は結構順調なお彼女を選んだ場合妹のファイーナが第四世代の主人公デューランのおば 第五世代の主人公、レックスの大叔母という血縁関係になる。ファイーナゴエ、高橋アミカ、第三世代のヒロインの一人、ラビニアの妹、姉のラビニアとは違い父の血を色濃く受け継いだため、エルフのサトルスソレイユでは大切に育てられてきた。しかし、彼女自身は外の世界への憧れを強く抱いており、一度は里に帰還したラビニアが再び旅立とうとした時、 自らも同行することを決意する。里から一歩も出たことがなかったためか、パーティ加入後は突拍子もない発言が目立ち、トーマのセクハラ発言に、笑顔で返すなど彼の調子を狂わせる。なお、彼女を選んだ場合、姉のラビニアが第4世代の主人公、デューランのおば、第5世代の主人公、レックスの大おばという血縁関係になる。ノア星、一式眉第3世代のヒロインの一人、 一人称は、うち、アルベルティ星、寺島拓馬、長野義和虎六冠の、元子の絵兵、東馬を兄貴としたい、ウィンフィールドと馬が合う。第三世代では青年であったが、以降の世代では、中年の姿である。ガンツ星、石原ボン単野職人、プラム星、カワズレーナネルスの少女、デュラン星、イデムラキ第四世代の主人公、フェンディアスで、幼少期を過ごした後、 前半ブレーと当たる。父親であったトーマとは、正反対の性格で、自分の人生に先がないことを知らされて育てられた、成果、無気力で、物事を悲観的にしか考えられなくなっている。極度のネガティブ思考の持ち主、いちいち物事に対して、文句を言わなければ気が済まず、愚痴ばかりこぼす。その割に、主体性がなく、最終的には、 人の意見にしぶしぶといった様子ながら従ってしまう。勝ち気な性格と、後ろ向きな性格とが相まって、仲間と衝突することもしばしば見受けられる。問題行動も多く、素直になれずなかなか心を開こうとしなかったが、仲間と旅し、様々な人々と出会うことによって徐々に変化を見せていく。やがて全てを振り切ったデュランは、エンハンブレのために戦うことを、そして、 魂の器になることを受け入れた。なお、第三世代で、ラビニアを選んだ場合、ファイーナとは、叔バとウの関係となり、ファイーナを選んだ場合、ラビニアと叔バとウの関係となる。ヒルデガルド星、地冬、第四世代のヒロインの一人、愛称はヒルダ。姉を肌の海賊の女頭目で銃の扱いに、長けている。最初はデュランを嫌っていたが一緒に波乗りをしたり、 迷信を信じて臆病になっていたところを文句を言いながらも助けてくれるデューランに対し自然と行為を寄せていくようになり、海賊の登目をしていることで長年忘れていた女らしさを取り戻していく。そして四世代の終盤のある事件をきっかけに、海賊の登目の座を弟的存在で信頼のおけるキリクに譲り、本格的にデューランの旅についていく。 なお、彼女を選んだ場合、次世代の主人公であるレックスのカラーリングが、瞳以外レオンハルトに一番近しいものとなる。シルビー星、茶山リコ第四世代のヒロインの一人、白い翼を生やしたハルピエアの女性剣士、もともとは時系団に所属していたが、世界の広さへの憧れを捨てきれず、デュランと出会ってからは、リシャナの誘いもあり、一向に加わることになる。 時系団時代の同僚のキースに好意を寄せられていたが、シルビー自身はデュランを慕っており、それは、キースの思いに歪みを生じさせることになる。薪の呪いによって、自我を失ったキースとの戦いの末、それでも、デュランのそばにいることを選ぶ。このことからも、自分の気持ちに嘘をつけない性格であることが伺える。デュランが病に倒れた際、危険を冒してまで薬を取りに行くなど、恋愛面では、 とてもけなげ、リュルセイ、井上七子第四世代のヒロインの一人、ハルルアテアで絶大な人気を誇る占い師の少女、人年齢に反して、年寄りのような話し方をする。ヒルデガルド、シルビー、自分自身のいずれか一人がデューランと結ばれる運命に、あることは、占いで予見していた。リュルにとってデューランは初めてできた、同年代の友人である。普段は、 デューランと憎まれ口を叩き合いながらも、内心ではデューランが、自分の夫となる人物にふさわしいかを見定めていた。キュア星、オチアヤカレベリー声、正ジヒロシーフェル星、池崎リョーレックス星、近藤隆史第五世代の主人公、容子は高祖父、レオンハルトの面影があり同じように、天才肌で意志が強く、誠実で勤勉なところは、祖父フラデュースに、明るく前向きな性格は、 祖父ー馬から、真面目で他人の痛みがわかる、優しい心は、父親デュランからと、各世代の良いところを引き継いでいる。五代にわたる力の伝達で、力の源であるギシャナと、魂のつながりが強くなっており、お互いの魂の一部を共有するほどまでに、結びついた。なお、第三世代で、ラビニアを選んだ場合、ファイーナとは、オーバと、大いの関係となり、 ファイーナを選んだ場合、ラビニアと大ーと、大いの関係となる、ベアトリス星、桜井博美アルベルティの孫娘、トーマの活躍のことはアルベルティから聞いており、面識もないトーマに憧れ以上の感情を抱いている。普段は、毅然としているが色濃い沙汰について突っ込まれると、取り乱す順情な女性、ミるみな声、磯村ともみ PS3 版、鬼ごっこ作詞、作曲、歌。 鎌倉系、編曲、石黒秀和 XBOX360 版、絆作詞、作曲、歌。鎌倉系、編曲、石黒秀和本作のマイクロソフトウィンドウズ版は、イギリスのゴストリットから2013年10月3日に、スティームにて発売された。一色は、イギリスのラフィングジャッカルが担当した。タイトルは、欧州版と同じアグリスと、Generations of War。 2014年2月4日には通常版のコンテンツに、加え、アートブック、壁紙及びサウンドトラックを収録した、アグリスト、コレクターズエディションが発売され、2014年11月27日にはゴグドットコムでも本作が発売された。スティーム版は、スティーム実績、スティームトレーディングカード、スティームクラウド及びスティームランキングに対応し、ゴグドットコム版は、 DRM フリーでの配信となる。日本国内からの購入も可能だが、海外向けに発売されているため英語版の移植となっており、日本語は吹き替えのみサポートする。アガレスト戦記リアピアランスに関するカテゴリー、ありがとうございます。